ぜブルベリーグ四天王がすぐりに負けたのかわかるかい？まあ頼み人はともかくオイラは楽すんのが板についちまってたせいだな。赤松はしゃあない。割と新人っぽいし。基本タイプ統一かやめたら、タイプ専門で四天王になることに意義がある。柿つばたはそれで相性最悪なフェアリータイプ使いの太郎に勝ち越してるわけで。でも統一してないすぐりのが設定的には強いんでしょ。大観四天王、特にネリネと赤松のが強かったけど。強いポケモンで勝つことじゃなくて好きなポケモンで勝てるようになることに意味があるって、初代から言われてるんだよな。自分はタロにボコられました。ゲームだからなんともないけど本来いろんなタイプのポケモン育てるの大変なんじゃない？ジムリとか四天王クラスに育てるには本来専門知識いるとか。言い訳。一度出した手持ちは相手に手の内知られてるから。俺なら入れ替える的なのアニメで言ってたような。新色削ってまで努力したやつが勝ったっていう順当な話じゃない？ところでポケモンでトレーナーが新色削る努力って具体的にどんなのだろう？相手の手持ちの研究や自分の手持ちの研究とか？授業出て課題も終えて対戦と育成かね。プレイヤーがあれだけど夜も寝ないで育成ってきついですよ。システム的には夜更けたりしてるから主人公もなんとおるもしてバトルや捕獲してる感じになんのかな。頼み人も努力はしてるはずなんだけどな。ネリネはすぐりを救いたいとまで言ってたし。リーグ公認のジムと四天王はトレーナーを試す試験的なところがあるから手持ち変更レベル変更は良くないっぽいけど学校のリーグなら手持ち変更とかかなと思う。めちゃくちゃ勉強した勝部や見るにおのおのの対策してたっぽいのと、すぐり本人はああいうが才能ある方ではあったんやろなという解釈。もしかしたら主人公戦とはパーティー違った可能性もあるし、少なくともドラゴンエールの問題があるから過密おろきはいなかったのでは？信念が強い方が勝つとアデクさんが言ってた。これがネリネ戦後の会話の元ネタなのかなと思ったり、信念が強いからってレベル差があったら勝てないが。すぐりの信念がしょぼいって言いたいのかよ。瞑想、暴走しまくってる時期は実際そう。作中でも思いの強さで勝敗が決まってて主人公のすぐりを救いたい思いはそれほど強いみたいに言われてたからそれに比べたらすぐりの主人公を超えたい思いはしょぼかったんだろうな。体感すぐりよりお前の方が強かったぞ。やる気出しなさいよ。すぐりの部屋に貼ってあるポケモンの絵って細かい書き込みがあったけどあれここが急所でここを狙うとかの研究してるのかな。沢村の急所イメージできないけど。柿つばたがチャンピオンの頃は格闘使いが四天王にいたのかもしれない。統一化でも戦える方がトレーナーとしての力量あるなぁと自分は感じるけど、主人公ネモーもだかすぐりとストーリーで強い認定されてる人はみんなタイプバラバラなのがなんだかなぁと思う。生き物としてのポケモンから考えて、タイプが違うと生態が全然違うものになりやすい。理論上はタイプバラけた方が強いが育てにくいみたいな感じなのかなと納得させてる。統一化でも戦える方が強いって発想自体タイプ散らした PT 統一化って認識に基づいたものだろうし、それなら強い人ほどタイプを散らした PT になるのは必然じゃないか？いろんなタイプのポケモンをバランスよく育てるの難しい説とかあるしどうなんだろうね。主人公ネモすぐりはバトルの強さに加えて、爆速で実戦レベルまで鍛えられる才能もあるからなおさら強いんだろうなって思う。タイプ不統一手持ちコロコロ変える短期間育成の3つをこなしてるのはこの3人しかいないはず。主高さんはわからん。あくまでゲームの使用上できるだけで。気性の荒いと思うなポケモン多いドラゴンタイプとか絶対手懐させるの大変だって考えたら、複数のポケモンをチャンプルで入れてバランスよく育てるのは難しいと思うよ。そう思うとほぼ統一化だけど戦術に合わせて他タイプも1、2匹入れてるブルベリー四天王は面白かったな。赤松のナッシーとか。バルデアジムリも他タイプ入れてるけどテラスタルでタイプ合わせちゃうから。5つの公式専門タイプの相性と応用約17通り複合タイプを覚えるのと、18個の公式と応用最大約280通りを覚えるのだと後者の方が大変だから、それができるトレーナーの方が格が上扱いになるとか？歴代でもシナリオ大ボスとしてのチャンピオン格の人たちでタイプが統一されてるのって水統一のエメラルドミクリだけだったっけ？今のところミクリだけだな。ワタルはドラゴン使いだけどデラドスだのプテラだの使ってくるし。ジムリア四天王が極一部を除いてタイプ統一だからチャンピオンは使用タイプをある程度散らすようにしてるのかな。スカバイだとネモすぐりトップみたいな完全にタイプバラバラフルパーティー組める人は別格感ある。そこは個人の適性にもよるんじゃね？タイプ統一使う方が合ってる人もいればバラバラが合ってる人もいる感じで。バラバラパーティー組める人がタイプ統一より上っていうのは後者を見下してるようで良くないと思う。グリーンはクリアも要素でもあるので例外扱いな気はするけどジムリにしろ四天王にしろ基本的にタイプ決めて弱点つかせながら勝ち進ませて、その果てにタイプ統一のチャンピオンをお出ししてあなたはこれにどう対応しますか？って問いかけるゲームデザインなんじゃねえかな。世界観的な話から忘れてしまっててごめん。後編の明らかに心身の限界が近いすぐりにすら誰も勝てないから相当力の差開いてるんだろうな。100回戦って1回勝てるならそれこそ柿翼がやればよいのに主人公に頼むってことだからな。タイプ統一化って、実際に相手すると意外と強かったりしない？そのタイプに一貫通せるポケモンが落ちると、そこから一気に辛くなる。世界観的にはなんだろうね。実際のバトルはアクションゲームに近いんだろうし、タイプごとに固有の戦術があるんじゃなかろうか。こうだったら、相性と防御力に物を言わせたスーパーアーマーでゴリ押すみたいな。モンハンとかで複数種類の武器を高い水準で使いこなすのって大変じゃん。とりあえず自分の専門タイプの操作方法というか、扱い方を極めた方が、って感じなのかね。弱点をついてくるのは分かっているから対策はしてくるよね。逆に弱点を利用して相手の行動を制限できる強みもある。赤松の初手地面向こうに本バレなりネリネの初手たすき頑丈ステロなり。ジムリーダーも四天王もタイプエキスパートしてるのは、明確に弱点を露呈させた上でチャレンジャーはそれを突破してこいよってだけな話だしな。ちゃんぽんした上にレベルも明らかにチャレンジャー向けじゃないグリーンはジムリーダーとしては正直あれな方だと思う。グリーンの他のバッジ持ってないと受け付けないってそこも含めてなのかなと思ってる。
すべてってのは対主人公だけだろうけど、バッジマルコ以上の制限はありそうだときはジム。初心者が間違って挑戦しないように。一応、ハートゴールドソウルシルバーだとジムトレーナーもグリーンもトリル使ってくるから、コンセプトがないわけじゃなかったりする。的確にポケモンに指示出して行動させるのゲームだと簡単だけど現実だと絶対難しいよな。ネモが言ってたけど努力できるってそれだけすごいことなんすよ。楽勝ストレート勝ちって感じなのか、ギリギリな戦いもあったのか。ギリギリな戦いもあってまだダメなんだ、で追い込みに拍車がかかってそうだけど。15番から考えるとブルーベリーで無敗状態だったカキツバタができる限りはガンバッポも何度やっても勝てない状態になってるわけだから、そりゃ他生徒が頑張っても勝てるわけがないんだ。一度抜かれてしまうともう努力のようで勝るが無理なので基本飛躍一本になる。自分のポケモンたちへの信頼と愛情を忘れ、出なかったっぽいから余計厄介なんだよ。タロガーのパーティーでカキツバタに何度挑んでも勝てないって時点で設定上の強さとプレイヤー視点のゲーム的な強さは別で、設定的な面においてスグリが圧倒的最強なんだと思う。ネモとスグリもゲーム的にはスレベ差だけど、設定的にはネモの方が圧倒的に強いみたいだし、部屋のバトルコートの書き込みの後見るとトレーナー目線ではかなり立体的で複雑な戦い方してそうだから、プレイヤー視点だと4つしかコマンドないけど実際には考えること多いんだろうな。あれ部屋見るにポケモン1体1体の対策頭に叩き込んでたのかな。部屋にあるグリジュラスとフライゴンの画像から大カキツバタはめっちゃ予習したんじゃないか説あったな。スグリの切り札扱いっぽいカミツオロチおよびカミッチが四天王の全てのタイプと何かしらの相性を振り抱えてるのもブルベ四天王の自分より下の相手に相性有利取られてるのの一環なのかなと思ったりしてる。チャンピオンになるまでカミッチのままでも勝てるくらい力量差があったのではとか。番外編だとニョロトの外してニョロボン入れてたから、チャンピオン戦で使ってた6匹以外にもいろんなポケモン育成しててタイプごとの四天王戦で都度使い分けてたんじゃないかね。5匹育てろって言ったよな。で多分自分はそれが可能な腕前だし、スグリはバトルが得意なのはもちろんなんだけど育成が特に上手なのかもしれない。エリアゼロ出発前の集まりで主高さんがブルーベリー学園はポケモン育成に長けた実力者が多いって言ってるから多分そう。アリキスの網の弦じゃないけど都度ポケモン入れ替えてるから対策されづらいとかあるかもしれない。初手雨特殊回遊の並びがオーガポン対策と言われてるし、主人公以外の相手の場合なら見えてる手持ちによって自分の手持ちや技構成変えたり、ガエンロンゲで壁展開から入ったりとかするのかもね。結局カラマネロと沢村は何なんだスグリ。威嚇を天の弱で受けられたら危険だ。沢村は猫騙しもあるし足も伸びてかっこいいな。沢村さん、いやわやかっこいいだけで褒めてもらえてるのはいいことか。ゲーム的にはそう見えないけど、設定的にはカキツバタが頑張ったけど無理だから頼むっていうぐらいの差があるわけだからな。スグリが侵食を怠ってこんだけ弱ってても無理って相当だよな。しかもあそこまでギタギタに追ったチャンピオン戦後もエリアゼロでフルパキークしてるし、休学明けた番外戦後以降だと主人公に勝つパターンも可能性として生じるのって不健康直したからでは。あの頃のスグリ弱ってるようなふらつきを見せたのって敗北してからだから、多分主人公に負けるまではガンギマリモードで敗になってた可能性。ゼイユの発言から推察すると、もともと四天王カキツバタを除くよりちょっと弱いぐらいの強さだったみたいだから、そこから林間学校で急成長して体壊すレベルの無理な努力を繰り返されたらちょっと無理なのは仕方ない。おめえ元から全然弱くないやんけってなるよね。作中でいろいろ話聞いてくと、エリアゼロフルパイジ、十数人まとめて引き受ける強さを持っておきながら自分は強くないと番外編でも人の自己評価を当てにしてはいけない。自己肯定感最下まで落ちてるから仕方ないのかもしれんが、ブル学生全員下しといてバトル強いんだよね。に対して強くないよは間接的にブル学生ごとディスってるよな。ホームウェイ組に言うのはともかくリーグ部でうっかり口走るなよ。そんな相手に主人公補正なしで食らいつけるようになるには、それこそ死に物狂いで努力するしかないわけで、怠け癖がついたカキツバタには無理だったってことよな。スグリアリーグ部をなんとかしたいけど、それはそれとして怠け心に抗って頑張れる限界が強い他人を消しかけるってところまでで、自分が勉強やトレーニングをめちゃくちゃやるとかは無理だったんだろうな。年齢と血統があるから全く同じ量の努力したらカキツバタが勝ちそう。でもあれだけ怠け癖ついてると、いざ本気出そうとしてもかなり大変だと思うわ。本人が今のところはそれで良しとしてそうだから放っておくしかないけど。まあカキツバタの年齢だともはや腐ってても自己責任というか、それこそ八作先生との会話みたいなまとめ方しか外野からは無理だから。八作先生に関しては外野だからそういう止め方しかできないというか、まあ小生も里のあれこれにうんざりしてるし、若い頃は音楽で食おうとしたりやんちゃしてましたからね。な部分もありそう。まあこの辺は本人がもっと情報落としてくれんとわからんが。まあどっちみちあの年の男が俺は今さえ楽しけりゃいいんだって言いながら参入してたら、周りとしては事情加味してもしなくても後になって後悔しないようにくらいしか言えない気がする。精神状態と健康状態を加味すると、後編と番外編と副学後で強さのレベル変わってそう。スグリは才能があったってか、努力の才能があったってイメージある。スグリは四天王並みの才能に合わせて努力の才能もあったと見ている。その二つの才能合わせても上回る才能が青春ネモ。今後努力さえすればスグリとカキツバタが同等ぐらいに戦うようになるだろうから、カキツバタ死ぬほど特訓してくれんか。今もスグリの圧勝とかではさすがにないとは思うけど。スグリは前編以前だとバトルの機会自体をそこまで持ててなかった印象だから、ネモとの差は経験値差が出てるのかなと思う。スグリの成長係数も高いし、言うほど歴然とした格差はない気がする。姉絡まないと人と基本地元の人相手でも話せないから絶対経験は少ないな。リーグ部大好きなカキツバタに本気を出させる方法。本編みたいにパワハラで内部崩壊の危機とか、あと一回留年したら強制退学とかの外的要因しか思いつかねえな。いきなりガッと本気になるんじゃなくて、日頃からコツコツ努力する癖作るしかないと思うわ。ダラダラ男が追い込まれて1年発起したけど、いろいろ空回りしてへこんでたのが後編だし、普段頑張ってない奴が突然頑張って何かやってももういらんことしかできないって無実すぎるよなあれ。
このやる気のねえ男がタロとネリネを抑えてトップに立ってたのも結構不思議である。ポケモンはいつもやる気満々なのか。相性不利でも気楽でタロを下ろせる実力だったが、そこからさらにガチガチに対策してきたのがスグリってイメージ。ゲーム的には書かれない高度な読みとかもしてたんじゃないか。交換してくるジュラルドンの凝り方とかそのジュラルドン磨いてた話とかからのイメージになっちゃうけど、ポケモンに関しては他のことほど堕落してない、と勝手に思ってる。3年の経験の差は大きいし才能の差もあるだろうから何回やっても勝てないのはしゃあない。渡るに関しちゃ当時ドラゴンタイプの頭数がそもそも少なかったから手持ちに飛行ポケ混じるのはしょうがない。本当にしょうがない。VS カキツバタはスグリがガンメタ張ってる育成の幅が広くて持ちが読みづらい。カキツバタは楽しいを捨ててまで勝ちに行かない。の3つでスグリの勝ちになるんだろうなと思ってる。赤松がスグリとカキツバタ先輩のバチバチ焦げつくバトル見てたら俺もポケモンバトルってすごいって思ったみたいなこと言ってたからさすがに明らかにヤバい思い詰め方してるスグリをここで止められるかどうかが自分にかかってた時は楽しくないなら勝てなくて嫌ではなかったんじゃないかな。楽しくないなら勝てなくても、というよりいくつか選択肢がある時に勝てそうな方ではなく楽しそうな方を選んでしまう人なんじゃないかと思ってる。すがりついてでも勝つみたいな執着ができないタイプ。スグリはそれができちゃう子だったから努力でもとの実力差が生まれば差もありなんて感じかなと。ジムリーダーならタイプ統一メタのメタ用意してそうだけど皆まだ学生だからそこまで届いてないのもありそう。プレイヤーが知ってるスグリパーティはドラゴン対策もフェアリー対策もあまりしてないしこれ以外にも色々育ててるかもしれない。フル学四天王は一段下のやつが一段上に有利取れる形になってるしタイプ相性で覆せないほど四天王の序列およびスグリとかキツバタには力量差があるんじゃないか。ただ途中参戦のカミッチュがもともと持ってたカジッチとか言ってたし視界は多そう。北上から帰ってきてから負けなしだったみたいだしね。そもそもメタ張るのも分析する努力も誰にでもできることではないし、普通に追い上げた実力差で勝ち上がったんだろうなと思ってる。勝負の内容が圧倒的なのか僅差なのかはわからないけどあの時のスグを考えたら僅差でスグが勝利してもスグが次は圧倒的に勝つみたいなモチベしてそうだし実際青春敗北時も次は勝つ発言あり。それ見たら停滞選んでるツバスさん的には楽しみ優先なのに勝った相手がさらに強くするスタンスだと努力放棄しそうな感じあるね。深読みすぎかもだけど食事デートの際の発言はだからあの頃の弱い俺に負けるんだよかもだし、青春にドラゴンエールくれた時に誇りかぶってたところ見るとスグが自分でカミツオロチに進化させたかもしれない。単純に山盛りのドラゴンエールがツバスさんの部屋にあるだけかもしれない。構成した今となってはカキツバタメタリダをしたっぽいのもったいないな。本来なら今のスグリが唯一手応え感じられる相手だったろうにやっぱり楽しくやろうとしてもバトル中は散々調べた結果の有効だ使って倒しちゃうだろうし、カキツバタより弱くてもメタってない相手の方が戦って楽しそう。相手を研究して勝負するの自体は結構楽しいと思うよ。自分の作戦が相手に通じると気持ちいいし相手がどう返してくるのか楽しいし、スグリは勝負の楽しみを忘れてしまってたし、カキツバタはそのメタを返せないほどスグリと実力が開いた上に努力もできなかった。あらゆる競技で相手の研究するのはよくあるからな。だからこそ研究される側も色をつく一手を考えたりするわけだが、あとは戦術の癖みたいのもあるだろうから何戦もやってくうちにその辺が読まれやすくなっちゃったとかもあるかもしれんね。こういう局面で守る使いがちとかそういうの。で、カキツバタはそれなりに成熟してる感があるからいきなりガラッと戦い方を変えるとかは難しそうという点で不利だったと見た。逆にスグリは試行錯誤中で色々やってそうなイメージ。プレイヤー的にはタイプ統一で強くなる方が面倒だけど、世界観的には多分タイプばらけさせる方が難易度高いんだろうな。竜使いとか鳥使いってのが職として存在してるあたり、それぞれのタイプを一定以上に強くするにはただ戦わせるんじゃなくてそのタイプに対する専門知識とかが必要なんだろうし、複数種類の育成自体が本来難しくて、タイプごとに育成する方が正しいのかもね。猫と鳥とか一緒に飼ってると偉いことになったりするし、ポケモンと一緒で、本来組織として何か発生した時に原因ポケモンのタイプに合わせてトレーナーを運用するから、人ごとに得意不得意なタイプがあるってのは当たり前なのかもしれない。なんだかんだ言っても個人の適性やパーティのコンセプトにもよるでしょ。ばらけて育てられるトレーナーはタイプ統一トレーナーより上なんて根拠は一部の妄想でしかないし、タイプバラバラが統一トレーナーより強いとは思わない。実際旅の途中とはいえ統一化のディートにホップが負けたりしてたし、タイプバラバラで育てられる人はバランスの良い育成が得意みたいな印象でタイプ統一でジムリとか四天王とか上についてる人はそのタイプのエキスパートっていうイメージある。スグリとかネモとか作中だと勝った側は圧勝した感出してるけど実際は互いにラス1くらいの接戦なんじゃないかと思ってる。少なくとも圧倒的勝利とかではなく4体ぐらい倒れてるだろうなと思ってる。特にスグリは1番になってももっと強くもっと強くがあったからラス1赤ゲージとまではいかないがそれでもギリギリのバトルとかあったのかもしれないと思う。スグリ本人がボロ負けだったって言ってるのにさすがにそれはひいき目すぎる。普通に実力差が大きいと思うぞ。実際そうなんだろうけどゲーム上だとレベル全く変わんねえからネモスグリにもスグリカキツバタ、カキツバタタロにも正直納得いかないんだよな。ゲームでのドラゴンのフェアリー相手の弱さを見るとなおさら。設定上スグリよりも強いっぽいしあのもゲームだとぶっちゃけブルベリで一番弱いし、変にアニメや漫画感出す設定入れるなら公式で戦闘力発表してほしいわ。スグリの自己評価が低すぎてボロ負けが本当かとはなる。タロが一回もカキツバタに勝ったことがないのは事実だけどどれぐらいの接戦だったとかはわからないし、何体倒されてたかとかは好きなように想像していいと思う。個人的にはカキツバタの手持ちゴリゴリに対策した形跡があったからそう簡単に勝てた相手ではないんだろうなと思ってる。負けてるのに実質勝ちとか言ってくる姉とは逆方向に自己申告が信用できないと思うスグリ。ネモが強い楽しいって言ってるから実力的にはネモスグリだろうけど言うほどボロ負けではなかったのでは感はあるな。一方的な蹂躙だったら楽しくないだろうし。確かに。ボロ負けと言っても半分以上は倒してるイメージあるよな。
そうじゃないと里の人たち大勢の相手を足止めできない気がする。自己評価が低すぎて心配になるわ。ゲームだとネモよりペパーの方が強くね。って感じるし、設定とゲームは切り離して考えた方が良いけど、設定通りにゴリゴリに強すぎるネモとスグリと戦ってみたかった気持ちもある。ネモが何回もすごい強い、楽しいサスちゃんって褒めても、いやそんなことは、いや、もう違うし勝ててないし、俺なんて、全然ダメだって必ず否定ひげから入るくらい現状スグリは自信喪失してるね。卑屈になり方がなんかリアルなんだよな。ネモに負けた後比べると自分なんてってなるのはわかるけど、ネモと初対面で話しかけられた時から強くないし、みたいな感じだからな。物質のタロとの会話的にも本当に自分に自信ないな。見るからに荒れるのやめた、代わりに口ではやり直すって言いつつ、今までのことがトラウマ化して退学考えてるわ、バトル楽しいよねにうんって返してたのに、再戦テラスタルの表情がチャンピオン戦の使い回しでもないのにすごい虚無顔だわ、で見てて心配になる。ノリが前日まで普通そうに見えたのに急に死ぬ人のそれ。メタ的にはブルベ四天王は OWK での四天王のあり方として順番選んで戦えるテストになってたんだと思う。あと、SV はスグリに限らず自己評価が信用できない奴が多すぎる。捕獲が苦手なネモ、その現地産ポケモンはなんだ。バトルが苦手なペパー、幼少期エリアゼロに入ってそこそこ進んでます。最強大会で上位に入ってます。カリスマがないボタン一切顔見せず、突然いなくなっても組織が強固に維持されます。榊が泣くぞ。四天王より強いぜ、ユキビキディ。ヤバソチャしか残ってない。カキツバタは一番強いから四天王になったというより、四天王だから強者に対して一定の壁になるみたいな役割演じてる感がある。あの最強のカキツバタすら叶わなかったスグリ君に勝つなんて、みたいなコメントするモブいたし、本当にスグリはめちゃくちゃ強いんだとは思う。いくら四天王倒したところで自己肯定に繋がらないだけで。タイプ相性で言うとスグリの手持ちもタロにだいぶ不利なはずだけど、まあ蹴散らしてるみたいだしな。俺なんかはググってタロに可愛く叱られたし、これから改善していけばいいのよ。あれ微笑ましいけど、タロ先輩と一緒に勉強する約束してるの許せねえ。ネモが強すぎる上におそらくスグリも強すぎるから、わけわかめみたいなところあると思う。ネモスグリカキツバタタロネリネ赤松みたいな差があるんでしょ。赤松の宮高地をスグリ以外あんま気にしてなさそうだったり、個人競技の実力カースト社会で仲良しに見えて、意外とシビアなリーグ部なんとなく行き詰まりそうだなって思う瞬間はたまにある。主人公側のメンツでもネモやスグリみたいな育成タイプバラバラが強いのを見ると、やっぱり臨機応変に対応できるようにポケモン育成できる人がタイプ統一のプロフェッショナル系よりも強いんだろうか。戦術育成タイプの順で重要な要素だったりとか。当たり前の話だけど、スグリのポケモンもめちゃくちゃ頑張ってたんだな。青春に勝つのが目標だったから学内チャンプにまでなったというだけで、仲直りした以上、スグリからしたらリーグ部に関わる理由がすでにないんよな。青春側もカキツバタの思惑に乗ってやって、スグリとも仲直りしたから、もうリーグ部やめたと言い出しても文句を言われる筋合いないし。リーグ部という場所や部員に特別こだわりはないだろうけど、一応主人公への手紙にお友達と来てくださいってチケット入れてたりとか、こういう関係広げようとしてるような節はあるから、まあ。青春もスグリがゼロからランク上げてチャンピオン戦挑むねってやる気出してるの応援してるから、留学期間中はチャンピオンでいてくれるだろう。カキツバタ自身は努力の差で負けてると思ってるけど、実はカキツバタが同じくらい頑張ってもスグリには勝てない才能でも負けてるとかありそう。カキツバタは三流や八作先生との会話見てると、まあ現在進行形で腐っちゃってるやつって感じだから、楽しくっていうのも屋敷に流れる言い訳にしてるようにも見えるな。実際口で言うほどバトル楽しめてもいないんじゃないかと思う。そこだけ見るとそう捉えられなくもないけど、3体目以降の投球モーションの表情が変わる仕様とか、主人公に負けた後正式入部進めるくだりとか見ると、エンジョイ勢なのはマジなんじゃないかなと解釈してる。カキツバタの楽しもうしそうってやっぱアイリスからの流れなんかな。スグリにこだわってたのも、スグリが部内で誰よりも楽しそうにバトルしてたかららしいし、エンジョイ重視はガチっぽい気がする。スグリ構成しても虚無化を照らす勢になっちゃったけど、アイリスからの流れというか、シャガもそんな感じのこと言ってた記憶あるから、あの家の方針っぽくは感じる。あの性格のカキツバタがスグリに関しては珍しくマジになってわざと嫌な役やったり、いろいろ考えていた。それで何回戦っても勝てなかったんだから、スグリカキツバタは明確。スグリは努力すればブルベリでトップになれるほどの才能があっただけの話。まあスグリと同じように勝ちに固執してランク上げ必死になる、あまり楽しさ捨ててるモブもいるらしいけど、スグリ以外結果出てないしな。変に学園の誰も止められない才能があったせいで大騒動になってしまった。明らかにスグリの方が強いと悟っているにもかかわらず、何回も挑むのがすでにカキツバタにとっては限界に近い努力だろうしな。一回負けて主人公に投げたよりかは、何回も負けて絶対勝てないことを悟って主人公に頼った方だと思いたい。何回も戦って負けるのも、一回戦って負けるのもありは。力の差とかを一回で測れるとかなら可能性全然あると思うし、こりゃ今すぐには無理だわと判断できても、個人的にはおかしくないと思う。